名古屋高速4号東海線。名古屋高速4号東海線。名古屋高速4号東海線は、愛知県名古屋市中川区の山王ジャンクションから、愛知県東海市の東海ジャンクションへ至る名古屋、高速道路の路線である。道路法上は、愛知県道456号高速名古屋、新宝線で、名古屋市域外を通過するため、愛知県道とされている。また、 高射警官では、清ス JGT から、東海ジャンクションに至る路線を、高速3号と命名している。そこで本校では、6号清ス線、都心環状線の明道町 j c t 3の、ジャンクション間、および4号東海線をまとめて解説する場合、便宜的に、高速3号と表記する。六放射道路からなる、名古屋高速道路のうち、国道四十七号地帯、 東海方面と名古屋都心を連絡する南北方向の路線が4号東海線である。国道247号西下産業道路と国道22号明記バイパスを南北直結する高速3号の南方部分である。4号東海線は名古屋高速の中では唯一となる湾岸沿いに付設され名古屋港をはじめ中部国際空港とのアクセスを担う。また、 並行する3号、大高線の交通量を分散する機能も記され、これは想定通りの効果を発揮している。このほか4号東海線は、3号、大高線が事故により通行止めとされた場合の迂回路としての機能も併せ持っている。路線は都心環状線の南西に位置する3号ジャンクションを起点として港名で入り口までは、 名古屋市道江川線の上を通過する。港名出入口付近から国道23号、竜宮インターチェンジまでは、江北公園はじめ市道港が茎場町線の上を通し、この区間は大きく、震度を変えることから2カ所のカーブが存在する。竜宮インターチェンジ以降は、愛知県道225号名古屋東、港線と愛知県道55号名古屋半田線上を通り、 終点の東海ジャンクションにて、伊勢湾岸自動車道と国道247号北方面に接続する。道路構造は、高架一層のシンプルな、作りながら堀川をまたぐ、開く橋をはじめ、国道1号と、指道江川線及び、東海道新幹線湖線橋の上をまたぐ、大規模高架橋など、特徴的な施設がある。 4号東海線は当初計画では1979年度までに強用される計画だった。しかし、1970年代に高まりを見せた環境保全と生活防衛に絡めた都市高速道路建設反対運動は名古屋高速の建設計画に大きな影を落とし、それは道路建設予算の凍結と着工済路線の建設中止となって現れた。また、 改めて将来交通量を見積もった結果、原初計画よりも交通量が低下することが判明した。こうした中にあっても、市街地の交通集中解消は喫緊の課題であるため、都市高速は建設続行とされたが、以上に見た事情を勘案して、都心環状線の簡略化、高化式から半地下、地下構造への転換、2号東山線の一部ルート変更が決定された。 しかしながら、計画された全路線に対して、環境対策を施すと莫大な資金を要することで、償還計画に多大な影響を及ぼすことが懸念された。こうした、環境対策を施した後に、全面開通した場合、8、850億円の建設費を通行料金で償還することは、不可能とされ、影響を与えない範囲として6、0円を下回ることが要請された。 この要求金額内に抑える方策として、高速3号の一時棚上げによる建設費圧縮が検討された。このほか、上述の将来予測交通量の下方修正も、手伝って、1977年5月に、高速3号は、都心環状部、明道町 JCT3 の大ジャンクション管を除いて、整備計画から除外、1985年以降に、 再検討されることとされた。しかし、1985年に、名古屋市は高速道路計画の縮小案を提示、半地下、地下式に変更された道路構造を再度高架式に変更する計画と、合わせて高速3号の凍結期間の延長を表明し、3号線の計画はまたも延期された。だが、同年4月に、元山正夫から姿勢を引き継いだ。 西尾武義は都市高速道路の整備推進を政策目標としたことからそれまで停滞していた事業を積極的に推し進めた。翌1986年には高速3号の早期整備を検討する旨を表明し、1992年6月の市議会にて高速3号の事業を推進する旨を公表した。これは吹上高張間と萩の東。 新町間の完成の目途が立ったことによ、交通量の増大が見込まれ、新たな高速道路網の整備が必要であると判断されたためである。これを受けて、名古屋市は早期着工を国に打診し、同年12月には建設省が着工に向けての調査路線に格上することを表明。1996年12月の局長級接衝でも3号線南部が、 予算額3億円で認められ、中部国際空港開港予定の2005年までに開通する手はずとされた。1998年2月には整備計画に組み込み、4月には満を持たして事業着手することが発表された。ところが、用地買収に進展が見られないことで、完成予定年度を5年延期して2010年度に変更。 さらに用地買収の他に新幹線をまたぐ、高架橋の建設に慎重を期する理由で再度、完成時期の延期を表明、2012年度末と発表された。しかしながら、工事現場の障害物撤去に時間を要することで3度の延期を見て2013年11月に全線、開通した。ただし、完成路線からの部分開通が実施され、ノ王ジャンクションマイナス6番 北で入り口間2 8キロメートルは2010年9月に開通。2011年11月には、木場出入口東海ジャンクション間 5.3km が部分開通している。この区間は既存の名古屋高速の各路線と離れていたため、全線開通までの間、名古屋線で最初に利用する料金所から6番、北で入り口木場出入口間を1時間以内に乗り、次場合、 新たに料金を徴収しない制度が適用された。24時間交通量、大道路交通センサス。東海道新幹線の名古屋市内通過地域のうち、南部では民家の軒先に近接することで、場所によっては95以上の騒音と振動が発生した。早朝6時台に始まって、深夜23時台まで平均5分間隔で発生する。 これらの騒音と振動に耐えかねた南区、厚田区、中川区の地域住民による国鉄、現、JR を相手取った訴訟が1974年に起こされた。そして、一審、二審の結果に満足できない住民側は、国鉄側との直接交渉を重ねた結果、双方の和解が成立、国鉄は4億8、0円を住民側に支払った。以後、 騒音対策が講じられ、現在も定期的に JR と住民側による折衝が継続されている。こうした中で騒音被害が深刻とされる厚田区6番1丁目交差点にかかる新幹線の鉄橋上に4号東海線の高架を建設する計画が発表された。当該鉄橋上に都市高速を通す計画自体は1970年に決定を見ているが、 4号東海線の建設が具体化したことで、長年凍結されていた計画がここに来て、動き出すことになった。当交差点は、国道1号と名古屋市道江川線が交差する大規模交差点で、それを横断する新幹線鉄橋も1景間の鉄橋としては長く、重量もあることで、列車通過によって多大な騒音が発生していた。よって、 JR 東海は施設の防音対策や低騒音に配慮した N700 系の開発によって被害低減に神経を使っていたことで名古屋高速道路公社に対しても通過音が高架路面に反射して住民被害が拡大しない要要請を行った。このことから反射音対策として交差点区間については高架距離面の全面にわたって吸音板を設置した。 4号東海線の開通時期遅延の要因の一つが、当該交差点工事によるものであることは先述した。慎重を期する大規模工事のため、施行を JR 東海に委託し、2013年1月9日より、数回に分けて実施した。工事は、江川線の交通規制を最小限に抑えるために、クレーンで橋桁を吊り下げて設置する工法によらず、 高架橋に新設ネタを乗せて水平に送り出す。送り出し工法で、仮設、高さ35メートル地点で、南側橋脚から90メートル先の北側橋脚に向けて橋桁2本を1時間かけて移動した。なお、この橋桁の総重量は、約 100, 1000トンで、奈良の東大寺の大仏4体分の重さとされる。当該路線は、他の名古屋高速路線と異なって一部区間で、 海岸部と並行することから、沿岸対策として極力港に変えて、コンクリートを使用した。これにより、コストダウンも実現した。4号東海線のうち、季節道路上を通さない区間として、港名出入口国道23号竜宮、インターチェンジ間がある。このうち、港名側は、港北公園、東園内を通過し、それより、東側は、 全くの新設道路たる名古屋市道港学木町線と並行して通信し、堀川に架か,かる平楽橋を通過する。平楽橋は上下二層式で下層が港学木場町線、四号東海線が上層を通る。橋井東は最初の都市計画決定を見た1970年当時は貯木場だったが、後に埋め立てが行われ、公営の高層マンションが林立する。 住宅街へと変貌した。そこに、木場出入り口を廃した路線計画が立てられたが、先に計画されたのは都市高速であって、高層住宅が建設されたのはその後であるにも、かかわらず、住宅街に出入り口が割って入ることから相応の住民対応と対策が必要とされた。また、この区域は、店舗や倉庫があって、埋め立て地であることから一区画の面積が多大で、 それに見合う大体地の確保が課題となった。いずれの問題も埋め立てに関係するが、江北公園、東へ密体ももは中川運河の視線である。ことから、この付近は埋め立て箇所だらけということにな。いずれにしても、この区間は、貯木場をはじめ運河の埋め立てにまつわる逸話が多く、歴史的に港湾に関係の深い区域である。なお、 船見出入口一帯も以前は広範囲な貯木場で、後に埋め立てを実施していることで、橋脚建設に先立って地盤改良を施している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。